堀内良平から1944年7月4日は、日本の実業家、政治家、文筆家である。富士見延鉄道、富士山六電気鉄道、東京のり合い自動車の設立と経営に尽力し、山中湖一帯の別荘地開発を推進した。このことにより、富士急行グループの事実上の創業者とみなされる。新聞記者であったこともあり、 堀内博志庵というペンネームで執筆活動を行っている。また、日練習を深く進行していた。1870年12月24日、海国崎や津城群、後の黒駒村の名主、堀内東衛門の長男として生まれる。1883年、尋常小学校の高等科を卒業し、黒駒村役場の理員となる。1886年、 学問の道を志して、黒駒村役場を辞し、東八代郡南八代村の鏡貨幣が開いた、私塾、正規者で学ぶことを選んだ。1888年、結婚。1892年、家族の反対を押し切り、弟三人と共に上京を。白尺、カラスマミツユキの邸宅に候老しながら、東京法学院に入学。その一方で、 カラスマ三幸と共同で、駿河台に、書生向けの寮を開き経営。また、カラスマ邸宅を借りて、私塾を開いた。郷里の黒駒で、放置新聞の販売権を手に入れ、1897年に帰郷した。放置新聞の新聞店経営の傍ら、自身も放置新聞山梨支局長として、記事を執筆した。また、 育英塾と名付けた私塾を開く。しかし、塾経営は不審であり、給与の一作として、五両輪払い下げ運動を行い、高地の拡大を目指した。五両輪払い下げ運動で、住民らの信頼を勝ち取り、上、黒駒郵便局長に就任。さらに、周囲の推薦を受けて、東八代城の軍会議員選挙に立候補し、当選した。1902年、 公衆武道士を経営していた浅尾長兄が、堀内良平に経営参加を打診した。堀内良平は、公衆武道士社長に就任し、公衆財閥として、なお知られていた、小野金六へ協力を要請するため上京し、自家団班に及んだ。また、弟の堀内伝えを、公衆武道士大阪市社長とし、1903年、 大阪で開かれた第5回内国官僚博覧会に出品をするなど営業活動を進めた。1907年10月、山梨県会議員選挙に東津代軍から立候補し当選した。しかし、12月になり県会選挙無効の訴訟が起きた。投票用紙を再検査した交付裁判所は東津代軍選挙区の無効の判決を下した。 このため補欠選挙が行われたが、堀内は立候補を取りやめた。1908年、上、黒駒郵便局長の職文辞し、再上京した。放置新聞に経済武器者として入社。この頃、同じ山梨県出身で、公衆財閥の一人として、鉄道経営を手広く言っていた、根塚一郎とちぐを得た。 また、国民新聞の徳富祖宝ともこの頃より交友を持つ。1909年、放置新聞を辞した。堀内は、甲府から静岡県富士川までの鉄道事業を計画し、これまで築いてきた山梨出身の財界人との人脈を使って建設運動を始めた。根塚一郎はこの話に前向きであったが、小野金属は当初出身に対して否定的であった。 時間をかけて、尾の金力を説得した。1911年3月、静岡県大宮町から甲府市までの鉄道免許を鉄道員に提出。しかし、大宮町から鹿島村の間には、富士鉄道が京弁鉄道を免許を持ち、鉄道馬車を走らせていた。このため、同区間の免許が下りなかった。このため、富士鉄道の買収交渉を進め、 1912年になり、富士鉄道は買収に応じた。同年4月、正式に富士見信鉄道が創立し、小野金属が社長、堀内は専務取締役に就任した。1913年7月に鹿島と大宮の間が開通した。1915年には芝川駅まで開通。しかし、資金難で工事中断に追い込まれた。 堀内良平を検証した富士を開くによると、東京市営の路面電車がいつも満員であったのに着目し、東京でのバス事業を拡作したとなっている。バス事業者団体が発行した日本自動車交通事業誌によると、明治末期から日本各地で乗り合い自動車事業が始まっていることに着目し、大正2年頃から研究を始めた。 鉄道関連の機器の輸入で付き合いのあったセールフレザー紹介の中村氏から乗り合い自動車事業の将来性を説かれ事業化の革新を得たとしている。渡辺銀行の頭取渡辺六郎に相談したところ渡辺は社長就任を条件に資金提供を行った。堀内は専務として経営陣に加わることになった。1917年に 警視庁へ認可申請を行った。堀内は、軍用自動車補助法を活用し、バス購入に際して補助金を得た。また広く株式を公募し、資金を集めた。1919年3月、新橋を起点に2路線を開業した。設立当初、乗客数は伸びたが、不景気の影響で、経営状況は低迷していた。1921年、原始を実行。 また社名を東京のり上い自動車に解消して再出発を図った。1923年9月1日、関東大震災が発生する。震災を機に東京のり上い自動車は営業路線を拡大し、成長軌道に乗った。1925年5月、富士見野部鉄道を視察に訪れた後藤新平と案内をする堀内良平。1918年。 鉄道敷設工事を再開し、芝川と豊島駅間が同年8月に開通。同年10月には内線南部駅まで開通。翌1919 19年が大島駅まで開通。しかし、同年8月の暴風雨で被害に遭い、復旧工事に営業収入の3分の1を費やした。1923年4月、小野金属の死去を受けて、堀内良平が、 藤見信鉄道の社長に就任した。また弟の堀内総平を藤見信鉄道の支配人として昇平した。1926年の株主総会で鉄道の電化を決定、合わせて増資を実施した。1927年6月、鹿島から美信駅までの電化が完了。また、同年12月に美信駅から市川大門駅まで開通。 当初、市川大門から甲府までの間は、鉄道省の官営事業として行われる計画であったが、堀内の請願により、富士見延鉄道での不設で認可が下りた。1928年3月、市川大門駅から甲府駅まで全線回数を果たした。かねてより、富士山陸の北側一帯の土地開発を考えていた堀内良平は、 山梨出身の財界人と共に計画を立案し、1916年に山梨県知事となった山脇春樹の協力を仰いだ。山脇もこれに同調し、富士山麓の山梨県側を一大観光地とすべく、堀内に取りまとめ役を要請した。1918年、甲府市内で富士山麓開発準備委員会が山梨県知事の山脇春樹、 おの金属など山梨の製材会人を招いて開かれた。計画では、聖子、小人湖、モト湖にまたがる県有林を別荘地として開発。大月から船津までの馬車鉄道を電化し、モト湖から富士見野部鉄道の下部まで電気鉄道を新設するものであった。しかし、県有林に別荘地を開発するという計画に、開発動機に不純の影ありとして、 世論の反対が強く、県議会も反対した。このため、山秋の計画は頓挫することになった。1927年3月14日に、第52回帝国議会で、大倉大臣、片岡直春が、東京渡辺銀行が破綻したと発言した。このため、翌3月15日、東京渡辺銀行は休業となった。しかし東京渡辺銀行はそれ以前より、 経営難の噂があり、支店段階では取り付け騒ぎが発生していた。これを東京の利合げ自動車の日銭で乗り切る状況であった。また、社長の渡辺六郎が東京の利合げ自動車名義の支払い手形を乱発し、東京渡辺銀行の資金に流用していることが発覚した。渡辺六郎が社長を辞任した後、1931年、堀内良平が、 社長に就任した。堀内の仕事は渡辺家の再建回収と経営の立て直しであった。堀内は経営再建を進める一方で、東京市電機局に対して東京の利合い自動車の身売り交渉を行っていた。しかし、1931年3月には社内の内紛により社長を辞し、相談役になった。7月には相談役も辞任し、 東京の利害自動車から去った。1922年10月、当時の皇太子が富士五湖へ巡行。1924年には富士北録が名称仮指定地に選定を受けた。一度、世論の反対で頓挫した富士北録の観光地、開発であるが、1924年6月、開発に前向きな姿勢であった本間敏夫が、 山梨県知事として着任した。本間は着任後間もなく、県庁内に富士学録開発調査委員会を設置、富士学録開発計画書を取りまとめた。1926年、富士山六電気鉄道と富士山六土地が設立された。代表取締役に堀内良平が就任した。富士山六電気鉄道は、 大月から吉田まで付設されていた鉄道をさらに延伸し、吉田から山中湖へ向かう線と吉田から元子を経由して下部までの線を免許を申請した。また、富士山六土地は山梨県の県有林を借地した富士五湖一帯を別荘地として開発する目的で設立された。1927年、富士山六電気鉄道は、 大月と吉田の間で、すでに軌道路線を持っていた、富士電気軌道を買収。1928年、吉田と鳴沢村の間に、鉄道馬車を走らせ、吉田と小人口の間に、バス路線を持っていた、富士海遊軌道を買収。同年12月、吉田で、非公式が行われた。1929年6月、 新設の鉄道線が大月と吉田の間で開通した。また、同年8月に山中湖ホテルを開業。富士山六都市は山中湖の湖畔の極日球に別荘地を開発し、販売を始めた。1927年、東京日日新聞と大阪毎日新聞が、共催で日本新発見選定のためハガキ投票を企画した。 1976年に富士急行から刊行された富士山六史によると、故障の部には山中湖と川口湖とそれぞれが独立した名称で名乗りを上げていた。この時、堀内良平の胸にひらめいたのが富士五湖の名であった。山中湖や川口湖の名では、まだどこの湖とも知れず、さらに投票が個々に分散して不利になる。良平は新聞社に行き、 富士五湖の新名称で投票することの了解を取ると、共に自社の株主に一株一枚の投票を呼びかけた。締め切りまでに富士五湖に寄せられた票は360万票、故障の部二本一となったとある。審査の結果、富士五湖は日本25章に選定され、富士三六の知名度向上に寄与した。しかし、不景気の影響が大きく、経営状況は厳しかった。 そこで山中湖付近に大学の学生寮を誘致。1935年に富士ゴルフ場を開設。また1933年には一周1600メートルの富士競馬場を特管工事で建設し、8月にナイター競馬を開催している。このような増収策も経営を好転させるに至らず、富士山独電気鉄道と富士山独土地を合併し、 山梨県の県有林を一部返還するなどの事業規模縮小を行った。1930年、第17回衆議院議員総選挙において、えぎつばさからの出馬要請を受けて、立憲民政党から山梨全県区に立候補し、初当選。しかし、第18回衆議院議員総選挙で落選。 第19回衆議院議員総選挙で再び立憲民政党から立候補し当選を果たした。富士見信鉄道は当初の見積もりよりも多額の工事費を費やし、また住民の少ない山間地を走るため運賃収入が伸び悩んだ。このため運賃も高めに設定されていた。1931年中国大陸での軍事活動に必要な物資や 平院輸送のために、鉄道の統制化が議論されるようになると、藤見信鉄道沿線の住民たちは、藤見信鉄道国営規制同盟会を組織し、内務省や鉄道省に、藤見信鉄道国有化の陳情を行うようになった。この状況に、根塚一郎の番頭として、藤見信鉄道の取締役を務めていた、葛西と与太郎などが、内部から国営化を画策した。しかし、 堀内は鉄道支援論を展開しており、富士見信鉄道の国営化に際して、これが問題となった。最終的には、根塚一郎に引導を渡される形で、社長を辞任した。ただしこれは、堀内の業績を検証した富士を開くでの記述であり、異説もある。1927年、大月から川口湖にかけてバス路線を有していた、桂自動車を、 富士山独電機鉄道が買収。ついで、1928年、大月自動車を買収した。1933年、三坂国道バス株式会社を設立。甲府から伊沢を経由し吉田までの路線バスを開業した。また、1937年に富士自動車を買収。1939年に松田自動車を富士山独電機鉄道と合併。 富士山を一周するバス路線を構築するとともに小田原地域への進出も図った。1942年の第21回衆議院議員総選挙前に議員引退を決意。後継者として長男の堀内和夫が大政翼賛回の推薦を受けて出馬し、当選した。その後、執筆活動に励み、行動と日蓮 海の国八市六条黒駒村出身で幕末の教閣であった黒駒活動の伝記本である金の教閣黒駒活動を出版した。1944年7月4日の朝、代々木の自宅で倒れた。その日の夕刻に死去。死因は脳一血。鎌倉時代、日蓮が堀内家に宿泊するなど関わりが強かったこともあり、堀内自身も 日蓮宗の熱心な信徒であった。藤見信鉄道を設立するために奔走していた際に、出資に消極的であった小野金禄を説得するため、日蓮宗の総本山である、身信山駆動寺に出向き、鉄道布設のサインを取り付けた。小野金禄は、身信山の肘大僧正の梱包によって発起人に、名を加えたと言われる。また、 富士見信鉄道の営業収入が低迷していた際には沿線にあった見延山坊でによる集客営業に力を尽くした。このため商売となれば日蓮州の太鼓も叩くと揶揄された。見延山駆動寺の新徒総大となり以降も数を水を孝一郎が総大を務める。幕末の教託であった黒駒活動について堀内良平はその生涯にわたって 熱心に調査を行った。黒駒、活動の成果は、堀内と同じ、黒駒村にあり、親類の間柄であった。黒駒、活動の名誉回復を願ったものだとも言われる。大正期、当時の流行作家であった、松田武の島人に資料を提供して、黒駒村を案内して、周り小説執筆を依頼した。これは、大正十三年から、都新聞に、 黒駒の活動として連載された。さらに堀内は、下沢博士を山梨に招いて案内し、黒駒活動に関する資料を提供した上で、下沢に黒駒活動について、長編小説執筆を依頼した。この依頼は、堀内の死後、鶴ヶ湯教伝として1962年に、産経新聞で連載された。さらに下沢は、清水次郎長と黒駒、 活動を退避させた、富岳二景も発表している。堀内自身は執筆した、金納強閣黒駒、活動を随筆程度としており、同書は事実とフィクションを明確に区別した執筆姿勢でないことが指摘される。後年、黒駒活動について、小説を書いた今川徳造は、金納強閣黒駒活動は、堀内良平自身が直接書いたものではなく、 別人が執筆したものだと聞いたと書いている。また今川は、勤労協格黒駒活動について、資料不足のため、明らかにこじつけや誤りと見られる箇所があると指摘している。一方で、同書には堀内が、逸は、伝承などの聞き取りを行った関係者の実名など、具体的な情報源が記されており、 学徒研究において文献資料が少ない観点から民族資料としての価値も指摘される。堀内は鉄道国有化について、この国有鉄道を日本が始めた理由について考えてみると、これは軍事上の必要から来たことが第一の原因であると思うと述べている。堀内は民営会社なら徴収し得るところの財源1億円というものを 国有鉄道のために免除している。別に政府が鉄道を持たないと言っても、国家非常の際においては鉄道を政府に提供し、軍事輸送を行うという方法は少しも差し支えない、と主張した。一方、鉄道及び自動車の行政について、鉄道省、内務省、停心省のそれぞれから認可を得なければならず、これを改めて、交通行政の統一を図るべきとも主張していた。 堀内良平の業績を検証した本である、富士を開くには、戦時体制時に木炭を代用燃料としたバスの研究を行った話、軍部に鉄道レールの教室を断った話、反軍演説を行い衆議院議員を除名処分となった斉藤隆夫を、その日に慰めながら斉藤の辞呈まで送った話が記述されている。一方、1941年、堀内は、 行動と日連を書いている。富士を開くでは、同時期に執筆したとされる、勤労苦労黒駒活動について、数ページにわたって詳しく解説を加えている一方で、行動と日連については、数行のみの記述である。行動と日連の中で、堀内は、立正暗国論の要点を、一うちは、日本仏法を信条として、我が国民思想の統一強化を図り、1、 外はこれを世界万法に及ぼして全人類の強化を喫したことにあるとした。さらに発行一部の対象に服て祀る世界的日本教の相違が明らかに見られると書いている。山梨県庁側で富士山麓の開発を取りまとめていた富士学力開発調査委員会はその後山梨県継承委員会に拡大され顧問に林学の権威であった。 田村強氏を招いた。田村は自然を利用して国民一般を広く社会教育する場をと考え、富士山域を国立公園にする計画にあたって地方平民的で国民を対象とし、あらゆる階級の利用に適する施設の建設を求めた。これに対して堀内は軽井沢を理想とし、上流階級に限定した別荘地としての開発を考えていた。 さきの国立公園にする計画の質疑の中で、堀内は、学者村とか、役人村とか、外人村とか区別した方が、そういう気分の人が集まるから確かに便利であろうと思う。変つと階級の人が混合して集まらないようにしたい、と発言している。1930年に山中湖の局実級に、別荘23軒が完成すると、懇意にしていた。 徳富祖法に別荘を無料提供した。徳富祖法は東京日日新聞に藤田よりという藤山六の開発する様子を書き記した記事を連載した。また、堀内は山中湖に学校村を作り、大学の合宿所の誘致を行った。次男の堀内義雄の出身校である慶応義塾に土地を寄付した。また、東京帝国大学の学校寮をはじめ、 千葉以下大学、麻布中学校などが学校寮を建てた。このような営業努力の結果、山中湖には若月玲次郎、松井岩根などが別荘を購入した。このため、堀内の試みはある程度達成したといえる。堀内は1931年に藤見信鉄道社長を辞任した。この原因について、堀内良平の業績を検証した本である。 富士を開くでは、富士見信鉄道の国有化に反対の立場を取ったため、根塚一郎から辞任を要求されたと書かれている。しかし異説もある。関東大震災により経営不振に陥った国民新聞は、1926年5月、根塚一郎の出資を受けて、徳富祖法との共同経営となった。この時、徳富祖法に根塚一郎を紹介した一人が、 堀内良平であった。また堀内良平は国民新聞の新経営陣の一人として取締役に就任した。しかし、根津と徳富の間に編集方針をめぐって確出が生じ、1929年に徳富は社長の座を追われることになる。堀内は抗意にしていた徳富祖法を支持したため、根津から富士見の武鉄道の社長を追われたとするものである。 堀内良平の業績を検証した本である、富士を開くによると、堀内家は、甲斐、源氏の祖である、源清光にまで遡ると、清光の子、泉三長の警父が堀内を名乗るようになったと、している。また道著には、三延山駆動寺の記録を引用し、鎌倉紀の1282年、病を得て、当時に向かうため三延山を降りた日蓮が、 堀内家に立ち寄ったとの記載もある。幕末の教格であり、堀内が電気本を執筆した黒駒活動とは、成果が近く、親類の間柄であった。身延山駆動寺の寺平身延山庭園。銅像と墓碑が併設されている。ありがとうございます。